ちょっと聞きたいんだけど、鴨志田先生はどうして突然人が変わったのかしらね。それがあなたの見立てなの？それにしては突然よね。何かきっかけがあったと考えるのが自然だと思うけど、まあいいわ。貴重な意見をありがとう。参考にさせてもらうわ。なんだあのじいさん、泣いてない？私は画家としてあるまじき罪を犯しました。世に言うその盗作を、私は我が国の美術界にも、そして左右にも皆様にどうお詫びを申し上げ申し上げたらいいか。泣きすぎだろ。先ほど行われた斑目氏による緊急謝罪会見の模様をお伝えしました。斑目氏は盗作の事実を協会に申告した後、警察からの出頭要請に応じたとのことです。前テレビ出てなかった？斑目氏は教え子らへの虐待容疑に加え、無断で作品を自作と偽って発表していた疑いがあるほか、代表作さゆりに関する盗難被害の届けが詐欺目的の狂言だったとも疑われています。大物に持ち上がった大掛かりな違法行為に美術界では衝撃が走って、あのじいさん終わったね。氏は会見後身柄を警察に移される予定でしたが、高齢を考慮され警察病院での聴取となる模様です。しかし簡易鑑定では精神に異常はなく、責任能力はあるとの見方を示しています。そんなジジイに優しくすることないのに、なんで自分からバラしたわけ？ありえなくね。また市の補填に怪盗団を名乗る何者かが不審な声明文を貼り出したとの情報があり、警察では容疑を特定しない形で関連を調べることにしています。怪盗？泥棒とじいさんの土下座と何か関係あんの？あー、聞いたことある。怪盗団、悪い心を盗むんだって。だから犯人自分から謝罪しちゃうって話。心盗むって何？できなくない？そんなのけど俺もなんかネットで見た気すんな。確か予告状だけはマジで出されたっぽいぜ。あなたのハートいただきます。見てえな、マジでそんなやついたらすげえわ。か怪盗団ねえ。また怪盗団。見た見た、マダラメのニュース、鴨志田の時と同じだ。怪盗のこともちゃんと言われてたけどよ、面白くなってきたな。うまくやりゃ狙った通りに改心だ。この力マジで見返すどころか、世の中大騒ぎになんじゃね。ガンガンやってやろうぜ。この調子でどんどん広まってかねえかな。二度目ってのもでかいぜ。こんな偶然普通ねえからな。続けていけば絶対みんなに勇気与えられる気がする。少し静かにした方が良さそうだ。知り合い？バカほどいいんだ。君たちちょっといいかな。はーい、何かご用でしょうか。何度見てもしびれる棒読み具合だぜ。何してるの？どういう友達？本当か？こんなところでお茶もないだろうが。今からどこ行こうかって。まあ今日はいいけどね。
あまり遅くならないうちに解散しなさいね。変な事件も多いし、例の画家のニュースで騒がしいしね。気をつけます。昼間っからよ、あいつら暇なんじゃね。あんなアドリブやめてよ、焦ったし。今まで以上に警戒した方がいいぜ。第二の怪盗騒ぎが巻き起こってる最中に、前回と今回の被害者が合ってるわけだしな。まさか会話聞かれたりとか。平気だよ、この人混みだ。気にしてんのは俺たちだけ。それもそうか。ところでさ、ユウスケ、マダラメから何か聞けた？怪しい奴がどうのとか言ってたじゃん。それが問い詰めては見たんだが、私らに欲望を取られたこと実際に見たわけじゃないんだもんね。下手すれば刑務所行きって噂だ。奴から情報を得るのは難しいだろうな。つかお前、これからどうすんの？あの家を出るよ。あんな場所ではもう絵は描けない。当てあるの？学生寮がある。美術科特待生の俺は無償でいいそうだ。特待生？え、お前すごいの？高巻さんの家でもいい。って、はぁ？いつでもモデル頼めるし。バカ。まあ、ゆうすけも一人になっていつでも集まりやすくなったけどな。ひとまずは事件経過について様子見だ。それにマダラメ級の大物ってなると時間も多少かかりそうだしよ。とにかくおとなしく学園生活しつつ次のターゲット見つけよう。リュウジ、また頼むぜ。それまでは準備だな。北川ユウスケ。鈴井志保に続いてまた面識の浅い他人のためにやったっていうの？二度も追い返されて通報までされかけて、そんな相手を上がり込んでまで助けたわけ？しかも城の次は美術館。宝を盗めば心が入れ替わるなんて妄言、まだ言い通す気なのね。いいわ、そんな話出任せなら仲間と口裏合わせなんてできないはず。新しく加わった仲間のことを話しなさい。意地なんて張るのは無意味よ。自分の立場を悪くするだけ。マダラメのたった一人の門下生なんて調べればすぐに分かることよ。仲間は売らないって言いたいわけ？いいわ、聞きたいことはたくさんあるから。この頃からよね、怪盗団人気に火がつき始めたのは。ネットに嘘があふれて、自分にも予告状が届いただの、怪盗に助けられただの、情報収集の手間が10倍になったわよ。ほん、次の標的はこの男、金城純也。この男は今までの二人とはわけが違う。警察も手を焼いてた本物よ。こんな悪党をどうやって落としたの？聞かせて。容疑者は覚えていないなどと意味不明の供述を繰り返しており、警察では精神鑑定を行い、犯行の経緯や動機の解明を進めるとのことです。囚人学園の鴨志田、そして今回のマダラメ、共通点がいくつか見つかっています。
突発的な心変わりの直前に予告状が送られていたり。なるほどね。だが一連の精神暴走事件と関連づけるのは飛躍しすぎではないかね。そもそも君が踏み込めば警察がいい顔しないだろう。縄張りだのメンツだのにこだわってる場合じゃ、ここ 2,3 年の間に起きた事件を関連づけて調査すべきです。わかった、任せる。日々の業務に支障をきたさぬ範囲でな。ありがとうございます。余計な真似を、あの女。異常とも思える事件が相次ぎ、不安が広がっているのは承知しています。これは大変憂慮すべき事態です。国民の皆様が安心して暮らせるよう全力を挙げて取り組んでまいります。怪盗団を名乗る連中といい、あれが明るみになれば。守備はどうだね、例の件。はっきりご報告できるようなことはまだ。返答くらいつかんのかね。教師を挑発できる生徒がどれほどいる。目星ならすでに。ただ確証が得られておらず。鴨志田先生のセクハラのことご存知だったんですよね。校長。それを聞いて何になる。私は正しいことに協力しているんですよね。焦る気持ちは分かっているつもりだよ。自殺未遂者まで出てしまって、生徒会長としては痛恨の極みだろう。はい。全ての生徒たちに安心できる学園生活を提供すること、それが今我々が取り組むべき事案なのだよ。だから心の回答を探すんですか。実在するかもわからないのになぜそこまで。マダラメの事件、君も知っているだろう。鴨志田先生の時と同じ予告状が使われたと聞きました。うちの生徒とは無関係だと信じたいものだ。そうですね。そういうことだ。余計な詮索はやめて最善を尽くしたまえ。マダラメの会見見た？皆様にお詫びを。ガンワンってあれだろ。マジで怪盗団ってのがやったのかな。心を盗みますっていうあれ。な、モモいるわけねえだろ。けど偶然にしてはできすぎてんだよな。よし。どう？次の大物って見つかった？なもん、昨日の今日で見つかるわけねえだろ。それもそっか。あ、ところで私テレビ局にしたけど、あんたたちどうすんの？あ？あ、やべ、社会科見学。サボりて。そういう行事はちゃんと出とけよ。目つけられんなって言ったろ。
俺の場合急に真面目くんになる方が目立たねえ。へりくつこねてないで行け。じゃあみんなでテレビ局にしよう。なんか番組収録見れるらしいよ。女優とかいるんじゃない？もうネットの情報を待ってる以外やることねえし、まあいいか。それに行事にちゃんと顔出しとく方が妙な疑いかけらんねえだろうしな。じゃ戻るわ。テレビか、ちょっと髪切っとくかな。あいつやっぱバカだ。本当に何も起きなきゃいいが。お疲れ様です。結構降ってますね。こんなこともあろうかと我が輩が折りたたみの傘を入れといてやったぜ。カバンで運ばれてる分はねぎらってやんねえとな。ではまた。それが忘れちゃって。あ、でも大丈夫です。駅まで走ればほとんど濡れませんから。むしろトレーニングになってちょうどいいです。え、どうやって。あ、傘入れてもらえるんですか。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。実はもうすぐ全校会で体調崩したくなかったんです。そうです、夏の始まりと終わりに大きな大会があるんです。出場するにはクラブの代表に選ばれないといけなくて、その代表を決める選考会があるんです。私夢なんですよ、新体操で世界に行くの。そんなわけで今日もコーチに絞られてきます。先輩の応援があれば百人力ですなんて。もう駅ですね。ここで大丈夫です。本当にありがとうございました。どこかで必ずお礼を。あれ、吉沢じゃねえ。スポーツ特待生の。授業は特別扱いだし、帰りは彼氏の見送り付きなわけ。天才様は違うわ。すみません、変な誤解受けちゃいましたね。いえ、むしろ私のせいですし。クラスでも私あんな感じなんです。変に気を使われるというか、腫れ物扱いというか。学校側も私が大会で結果を出すことを期待してて、この前の清掃活動も本当は来なくていいって言われてたんです。けどそういう特別扱いみたいなのなんか嫌じゃないですか。電話、父からみたいです。すみません。お父さん？え、ごめん、最近スマホの調子悪くて。大丈夫、ありがとう。うん、後でね。失礼しました、雨だから迎えに行こうかって。ちょっと過保護すぎますよね。はい、そう思います。では私は練習があるのでこれで。今日はありがとうございました。失礼します。
変そうだな。青山一丁目、青山一丁目です。何これ、生徒の皆さんへのお願い？情報を募集しますだって。校長が貼ったらしいよ。気づいたことがあれば生徒会長へ相談してください。相談って何でもいいのか？つうか、なんで生徒会長に？校長と関係なくね？新島さん、校長のお気に入りだし、それで頼んだんじゃない？会長、あの刑事どういうことですか？あれは校長が勝手に。早速相談が届いてます。脅迫されてる生徒がいるらしい。怖いので何とかしてください。え？弱みを握られてお金を要求された。警察にも相談できず困っている。これって渋谷で噂になってる犯罪のことじゃ。うちの学校にも被害者がいるんですね。私たちどうしたら。生徒会の仕事じゃないですよ。僕らだって怖いし。昨日校長に呼ばれてましたよね。何も聞いてないんですか？いや、その今日は校長が不在なの。明日確認してくるから待って。まあ会長がそう言うなら。混乱させてごめんなさい。大丈夫、私が何とかする。校長、生徒のこと探ってるらしいね。気になることでもあるのかな。鴨志田先生のことじゃない？鈴井さん絡みのあの話。校長もセクハラのこと知ってたのに放置してたんだって。きっともみ消すつもりなんだよ。バレー部とかに口止めしてるって聞いたし。最悪、それで新島先輩を使ってるんだ。そうそう、生徒会長もグルだって噂。いい子ちゃんの顔してひどくない？新島先輩も知ってた。どういうことですか校長、勝手にあんな刑事を。私の計らいだよ。広く情報を募れば調査がはかどるだろうと思ってね。それで例の件につながる話はあったかね？はあ、何かあればこちらからお伝えします。今はそれよりも囚人学園内に犯罪組織に脅されている生徒がいるようなんです。うん？掲示を見た生徒から相談があり、対策をお願いできませんか？何かの間違いでは。我が校の生徒に限ってそんな。怪盗騒ぎで生徒が混乱してるとか困るんだよ、こんな時期に。ですが現に相談が。私は忙しくてね。どうしてもと言うなら君が解決してくれ。は？論点が変わってませんか？例の件の調査もありますし。そうだ、ちょうどよかったじゃないか。やはり私の狙いが功を奏した。犯罪集団つながりだよ。その犯罪組織とやらの話を追えば回答の手がかりも得られるに違いない。そんな無茶苦茶な。仮にだよ、仮に本当だとしてだ、君は困っている生徒を見過ごす気かね？それは
君のお姉さんが君の立場だったらきっとうまく解決するだろうね。私は君にとても期待しているんだ。いい報告を待っているよ。ありがとうございます。お先に失礼します。よし。CM はご存知だと思いますが、あれスポンサーの関連商品なんですね。まとめると番組制作費を集めるため、局としては視聴率が大変重要なわけで。へえ。まあまあ。
お昼にドラマの再放送が続いたり、夜は美人の女子アナさんが出る報道番組が流れたり。つまり編成部というのは何時にどの番組を放送するかを決めるところで、番組の編成を決める場所ということになりますかね。そのまんまやな。収録された映像は見せ場だけ切り取って放送時間の枠に収められるわけです。映像を番組用に編集する場所が編集室ってことになります。おい、これいつまで続くんだ。つか、そろそろ限界。一体何なの、うるさくて仕方ないよ。おい、おっさん。すみません、すぐ撤収させますから。はい、次は現場体験です。くっそ、あのおっさん何様だよ。君テレビ出てみたくない？は？君スタイルすっげえいいからさいや、今見学中なんで。興味出たら連絡してよ。君の連絡なら昼夜問わず大歓迎だから。はあ、何が大歓迎だ、下心丸出しじゃねえか。どいつも外見ばっかで腐った大人しかいねえのかよ。心ひっこ抜いてやろうか。クソ、でけえ声出すな。真面目な生徒のふりしに来たんだろうが。退屈なのはわかるけど、頼むから問題だけは起こさないでよ。じゃ、まあ亀足体験してもらうね。ああ、カメラアシスタントってこと。カメラを移動させるときにケーブルが絡まないようにさばいて。そこの金髪くんでいいや、元気あり余ってるみたいだし。寂しけりゃ隣の彼も。ほら、さっさとさばいて。くそ、最悪だよ。なあ、めんどくせえ。テンション下がるわ。あったまくんな。俺ら客だろ、なんで雑用やらされるわけ。全然すっきりしねえ。便所行ってもすっきりしねえぞ。これ声でかいから。まあ気持ちはわかるけど、お互い災難だったね。こんなのが明日もあんのかよ。サボるんじゃねえぞ、リュウジ。待ってるよ、いい子ちゃんだろ。怪盗団も楽じゃねえな。そういえば今日現地解散なんだって。日頃あんま来ない方向来たし、気晴らしにどっか寄って帰んない？我が輩、あそこがいいぜ。来る時見えたでかいパンケーキみたいな場所、なんだか美味しそう。なんなんだあれ。ああ、ドームタウンか。丸いあれは野球場だな。あと周りは遊園地。ビル街の真ん中なのに結構ガチな絶叫マシーンとかあるよね。よし、挑戦だ。我が輩の男気見せてやる。別に絶叫マシーン乗れたからって男気感じないけどね。その前に猫乗れねえだろ。そうなの。カバンに閉じこもってりゃバレねえかもだが、絶対ゲロ酔いすんぜ。けど行ってみっか、ドームタウン。なんか行きたくなってきたわ。私もジェットコースターのお腹になった。我が輩、別にゲロ酔いマシーンじゃなくても。失礼、その服囚人の学生さんですよね。何、
たまたま近くを通ったんで挨拶でもって。明日一緒に出演するから。ああ、僕明智五郎って言います。明智？出演？お前有名人なの？何回かテレビに出させてもらっただけだよ。あ、ごめん、本当に通りかかっただけなんだ。もう行かないと、明日の打ち合わせなんだ。これからケーキ食べに行くのかい？僕もお腹空いたよ。お昼食べ損ねてさ。あ、ケーキ？何の話だ？あれ、違ったかな。美味しそうなパンケーキとか聞こえたから。まあいいや。じゃあ明日スタジオで。あいつ駆け出しの芸人かなんかだな。あの髪型変えねえと人気出なさそうじゃね。何も分かってない。まあいいや、どうせ明日すぐ会うんだしよ。行こうぜドームタウン。よし。なあ、ゲロ酔いマシンやめてケーキにしない？気分悪っ。マジ酔った。だから我が輩が言ったんだ。お前こういう時だけ猫って言い訳。そんなことよりさ、お腹すかない？なんか食べてく？パンケーキとか。明日もあるんだし帰ろうぜ。さてと。入られます。あいつ、昨日の？ CM 開けます。 7、6、5秒前 4、3。 さて、続きまして、今会いたい人のコーナーなんですが、前回の大好評を受けまして、本日も彼に来てもらってます。現役高校生探偵、明智五郎くんです。どうも。明智くん、ごめんね、忙しいところ。しかしすごいね、人気。僕も驚いてます。ちょっと恥ずかしいですけど。何でも探偵として今気になっている事件があるとか。そうですね、マダラメ画伯のスキャンダルでしょうか。出た、怪盗騒動ね。明智くんも気になってたんだ。ズバリ聞いちゃうけどさ、正義の怪盗どう思う？本当に正義のヒーローならいてほしいですよ。夢があるし。へえ、頭から否定じゃないんだ。これでも僕、サンタクロースとか実在したらいいのにって未だに時々考えますから。まあ本当の本当に実在したら住居侵入で逮捕ですけど。でももし仮に本当にそんな怪盗がいるんだとしたら、僕は法で裁かれるべきだと思います。はっきり言うね。彼らのやってることは犯罪？ネットとかじゃ怪盗団がいなきゃ今でも悪事が続いてたっていう人もいるけど。マダラメ画伯のしたことは許されない罪です。でもそれを法律以外の尺度で勝手に裁くのはただの死刑。正義から一番遠い行いです。第一、人の心を無理やりねじ曲げるなんて人間が一番やっちゃいけないことですよ。
なるほど、確かにね、自分から怪盗なんて名乗る連中だもんね。相変わらずすごいね、カリスマっていうか、なんか話に聞き入っちゃうよね。これで怪盗が本当は実在してなかったらお恥ずかしいですね。その時は顛末を高校生活最後の自由研究にでもまとめたいと思います。では明智くんと同世代の高校生たちにも怪盗について聞いてみましょう。まずは怪盗は実在すると思う方、お手元のスイッチをどうぞ。実在するに決まってんだろ。3割ちょっとくらいかな。明智くんどう？意外と多いですね。ちょっと驚きました。みんなは怪盗の行いについてどう思ってるのかな。それではこちらの学生さんに聞いてみましょうか。もし仮に怪盗がいるとして、彼らのことをどう思いますか？そうきますか。怪盗は法で裁かれるべきだと主張した明智君とは反対の意見だね。ええ、ここまではっきりと怪盗を肯定するのは興味深い。じゃあ彼にもう一つ聞いてみたいことがあるんですが、もし君の身近な人、例えば君の隣に座ってる友達、ある日突然彼らが心を変えられたらどうする？迷いがないね。けどそこには大きな穴がある。僕は実は彼らの行いの善悪よりもっと大きな問題がある気がするんです。ん？どういうことかな。人の心をどうやって変えたのかってことです。心を操作する、そんな力があるなら自白だけに使われるとは限らないですよ。もしかしたら僕らが普通の犯罪だと思ってることも、実はすでにそうやって起きてるのかもしれない。確かにその通りだ。いや、誤解しないでください。もしもそんな力を使える輩がいれば、そういう過程の話です。でも決して無視はできない。僕らの暮らしに対する脅威に他なりません。実はもう警察とも足並みを揃えていくつもりで動いてるんですけどね。あいつの言ってることちょっとそうかもって思っちゃった。俺らが悪党みたいな言い方しやがって、気に食わねえ。でも警察ってマジ？言わせておけばいいさ。正義かどうかは自分たちが決めることだ。てか悪い、ちょっとトイレ、すぐ戻っからここで待っててくれ。もう私先に行ってるからね。あ、君はさっきの。会えてよかった。お礼が言いたくてね。やっぱりアンチテーゼがなきゃアウフヘーベンは起こらない。ごめんごめん、君との議論がとても有意義だったってこと。あんなにはっきりと意見をぶつけてくれる人、僕の周りにはあまりいなくてね。大人たちは若者を利用するばかり、同年代は流されるまま肯定するだけ。無責任な人々のあまりに多い時代だ。君が怪盗を望むのもわかるよ。怪盗は君の思う通り、本当に善意の存在なのかもしれない。特別な力を持った彼らは今きっと正義感や使命感に燃えているんだろう。でもその正義はいわば万能感の裏返し。だからもし彼らを追い詰める強力な存在が現れたら、その時はあっけなく逃げ出すと思うよ。
君、やっぱり面白いね。これは議論のしがいがありそうだ。よかったら今後も話を聞かせてくれない？ありがとう、嬉しいよ。君からは他の人と違う何かを感じるし、探偵の勘ってやつなんてね。よくも今日まで警察の包囲網をかいくぐってこれたものだわ。警察関係者の誰かと通じていたのかしら。一体どういうこと？我は汝、汝は我。汝、ここに新たなる契りを得たり、契りはすなわち、囚われを破らんとする反逆の翼なり。我、正義のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。よし。そうだ、連絡先の交換しとこう。登録完了っと。それじゃあ近いうちにまたね。探偵の勘か、あの洞察力油断ならねえぜ。けどあいつから学べるものは多そうだ。もし誘いが来たら付き合ってみるよ。悪い悪いって今の明智か。すかしたつらしやがって。一緒の空気吸うだけで気分最悪だぜ。さっさと行こうぜ。でも昨日の探偵ムカつくぜ。俺たちが脅威だ？だったらてめえは助けられんのかよ。誰かが助けてやれんだったらこっちも怪盗なんてやってねえんだよ。あんた声でかすぎ。いいんだよ、どうせみんな似たような話してんだから。逆にコソコソしてる方が怪しいだろ。てかさっきから一人でポリ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 食いやがって。ちょっとよこせそれ。ごめん、今のでラスト。のんきすぎるぜ。警察が動き始めたってのに。本当なのかな、このまま続けて大丈夫だよね。警察怖くて怪盗やってられっかよ。けどパレスに変なやつがいたり、よくわかんないこと多くない？はあ？楽しそうだったから羨ましくて。また取り調べ？つか俺たち何も知らねえし。どうして取り調べだって思ったの？もしかして何か隠してる？困ってることがあるなら相談に乗るけど。そんなに内申点欲しいんだ？けどそりゃそうか、生徒会長なんて面倒な仕事、そうじゃなきゃやってらんないよね。何それ。生徒会長のあんたならさ、鴨志田のこと知ってたんじゃない？そんなわけないじゃない。だって先生、あの日までは本当にいい先生で。まあでも生徒会長って先生たちの味方だもんね。じゃああなたこそ友達として何をしたの？私よりよっぽどあの子の近くにいて何をしてあげたの？何もできなかったよ、私一人じゃ。
何もできなかった。大きい声出さないで。困ってる奴を助ける怪盗がいるなら俺は全力で応援するけどね。誰かさんよりよっぽど頼りになるし。授業ちゃんと出なさいね。さっきのあれ取り消すよ。続けて大丈夫かなって言ったこと悔しいよ。このままで終わるなんてさ。当たり前だ。そろそろ次の大物見つけねえと。すごい勢いでレスが増えてるな。だが俺たちに否定的な意見も目立つ。目的も手段も不明な犯罪集団。正義を語って好き放題する連中か。明智のせいか。テレビの影響すげえ。否定するのは勝手だが、影響だけされてケチがつくのもな。信じてくれる人せっかく増え出したのに。また大物やりゃ済む話だろ。で、次の大物の目星は？まだ見つかってねえ。くそ、イライラすんぜ。つうか、お前何そのでけえバッグ。あ、寮を出た。不潔な上に騒がしすぎる。あそこで芸術は生まれない。いや、どうすんだよ。あのあばら屋も嫌なんだろ。これから高牧さんの、いや、アンの家に手土産も用意した。ご両親のお口に合うといいが。は？ダメに決まってんでしょ。バカな。お前がな。手持ちの全財産をはたいた和菓子が。そこじゃねえから。ほんとどうすんのよ。金ない。じゃあ出てくんなよ。ユウスケは大事な戦力だしな。我が輩が一肌脱ごうじゃねえか。よし、うちに来い。汚いところだが寝る場所はあるぞ。お前が言うな。喫茶店だっけ？前から気になってたんだ。イオン茶って近いよね。しかも駅徒歩1分。じゃあ今からそこでパーティーやろうよ。マダラメ改心記念パーティー。おお、いいな。こいつの歓迎会も兼ねとくか。決定。世話をかける。ああ、俺布団派だから。ご主人の説得はよろしく。あ、いい匂い。なんか古くせえな。嫌いじゃねえけど。人はそれをレトロという。ん？友達か。お邪魔します。女の子まで。いつもお世話になってます。世話かけられてますの間違いだろ。むしろ助けられてますよ。座りな、おごるよ。お前は手伝え。あ、おいしい。ああ、酸味が深いな。そっか、思い出した。ルブランって確か前雑誌に。昔の話さ。マジか。どれ一口。逃げ。罰ゲームだろ。ま、俺もガキの頃はコーヒーなんて飲んでなかったしな。
友達なんだろ。ここじゃなくて部屋行け。部屋見たい。ただの物置だけどな。なんかまだ逃げ。ごちそうさまでした。この階段だな。あ、コーラごちそうさんっす。名前高巻です。高巻アン。アンちゃんか、可愛い名前だな。彼氏いんの？いないっすよ。おい早く来いって。なんかここすげえぞ。行っといで。あ、はい、コーヒーごちそうさまでした。あ、もうモナバッグ置きっぱじゃん。いい子じゃないの。どう思うよこの部屋。ツッコミどこしかねえわ。別に普通じゃないか。マジかよ。な、やばくね？思ったより片付いてる。はあ？まあ適当に座れや。俺たちの話で持ちきりだな。信じていた連中までテレビの発言の影響を受けてしまっている。明智って野郎のせいだ。聞かれるぞ、声は落とせ。これじゃあみんなに勇気与えるどころか不安を与えちゃってるよ。我が輩たちの正当性を世間に知らしめておかないとな。そろそろ次の大物に行った方がいい。というか、もともとその話がしたかったんだろ。あ、まずは候補を探ろう。つっても大物ってなるとなかなか見つかんねえんだよな。誰か心当たりあるやついね。なし。右に同じ。どうするよリーダー。見てるっつーの。でもこれって情報はなんもねえ。っていうかあれ、世間が大騒ぎするような大物のネタとかないしね。くっそ、これじゃ明智の野郎に言われっぱなしじゃねえか。なんだ。すまん、昨日から何も食べてなくてな。なのに全財産で菓子折り買ったの。いくらだったんだよ全。じゃあとりあえず大物が見つかるまではおとなしく待つしかないってことで、歓迎パーティー始めちゃう。妙にテンション高えな。実は見つけちゃった。あれ、カセットコンロじゃん。鍋とかできないかな。我が輩賛成。同じ鍋の飯的な。肉が入ってりゃ何でもいいぜ。締めはおじやで頼む。三つ葉多めでな。ダメかな。じゃあ鍋で決定。じゃ買い出し行くべ。まず銀杏とワンタンの皮だな。買い出し私たちで行くから、おじさんからお鍋借りといてくれる？後で割り勘ね。賑やかな歓迎会になりそうだな。鍋を借りてコンロも出しておこうぜ。あんちゃんだっけ。あの子いい子だな。友達帰る場所がないんだってな。止めてやってくれって頼まれたんだよ。居候から頼むんじゃかわいそうだからって言って。優しい子じゃねえか。
鍋ならどっかにあるはずだ。探して持ってけ。あ、見つけたか。買い出し組も戻ってくる頃だな。あとは勝手にやってくれ。一応しばらく下にはいるが、火の扱いには気をつけろよ。さて続きまして、今会いたい人のコーナーなんですが、前回の大好評を受けまして、本日も彼に来てもらってます。現役高校生探偵、明智五郎くんです。味薄いね。でもよかった、いろいろあったけど成績は落ちてないみたいで。学校は大丈夫だよ。お姉ちゃんこそ疲れてるんじゃない？塩分足りてないんだよ。そう見える？でももし仮に本当にそんな怪盗がいるんだとしたら、僕は法で裁かれるべきだと思います。はっきり言うね。彼らのやってることは犯罪？ネットとかじゃ怪盗団がいなきゃ今でも悪事が続いてたっていう人もいるけど。マダラメ画伯のしたことは許されない罪です。でもそれを法律以外の尺度で勝手に裁くのはただの死刑。正義から一番遠い行いです。第一、人の心を無理やりねじ曲げるなんて人間が一番やっちゃいけないことですよ。人の心を操ることは犯罪なの？方法によっては犯罪ね。彼の言う通りよ。悪事を認めさせて罪を償わせても？何急に。別に。正義の味方がいるとでも？まさか。余計なことは考えなくていいの。言いたいことわかるよね。勉強していい大学に行く。女でのし上がっていくのは大変なの。なのに上に立たなきゃできないことばかり。そのためならどんな手だって使うわ。あなたも将来のために今やるべきことだけに目を向けなさい。ごめんなさい。こんな時に。はい、うん、大丈夫よ。ああ、その件ね。何をすべき。正義。困ってる奴を助ける怪盗がいるなら俺は全力で応援するけどね。私、いや、もう食えね。美味だったぜ。アンドのきっといいお嫁さんに。ごめん、ソファ借りる。なんだユウスケ。締めをやってないぞ。うどんやおじやは。いや、今度にしとけ。寝るの早。疲れねえ方がおかしいだろう。寝かしといてやろうぜ。時に龍二、あんたはどういう関係だ？あ？別に、同じ中学っつうだけだよ。昔のアンドのはどんなだったんだ？そんな変わんねえよ。高校からはクラス別になって話さなくなっちまったけど、友達は少なかったな。帰国子女で見た目もこれだからな。派手なやつは勝手に嫌うし、地味なやつは近づかない。そうだったのか。で、お前たちはどうだったんだ？俺ら？互いを知るにはいい機会だ。俺の過去はすっかり知られたんだ。お前たちも話すべきだ。
自分は失うもんがねえってか。いいぜ、話すよ。ただの親不孝者の話だけど、小さい頃親父が消えちまってさ、ずっとおふくろと二人で暮らしてんだ。本当は陸上で特待生とかになっておふくろに楽させたかったんだ。結局ダメにしちまったんだけどよ。すげえ親不孝者だろ。高一ん時鴨志田に手あげちまって、それでおふくろ学校に呼び出されてよ。教師連中から言いたい放題言われてさ、その時おふくろじっと我慢してた。あの時のおふくろの顔今でも忘れらんねえ。帰りに謝られたんだ、片親でごめんってよ。そんなことがあったのか。学校はみんな平等と教えるが、現実はそんな綺麗事ばかりじゃない。気持ちは俺にはわかる。まあ、寝てるっつったらこいつこそ大概だけどさ。例の話か。そういえば詳しく聞いたことなかったな。このガキ、訴えてやる。これ以上するならあのお金のこと告発しますよ。いいんですか？そんなのお前が勝手にやったって言えばすぐ話だ。嘘だって、私は指示の通りに。俺を誰だと思ってるんだ？そんな。おい、お前、警察にこう証言しろ。ガキがいきなり俺に乱暴してきたってな。ちょっとでも余計なこと喋ったら分かってんだろうな。そんな。黙れ、貴様は終わりだ。俺に逆らったらどうなるか、お前らに思い知らせてやる。すみません、通報があったんですが、何かありました？あなたはどういう状況だった？警察の方に説明してやってくれ。そこの少年が突然殴りかかってきて、このそれでこの人が怪我を。だそうですよ。それと俺の名前は一切出ないよう処理してくれたまえ。どういう意味か。わ、あ、あ、あ、おい、確保しろ。わ、わかりました。聞いてるだけで腹立ってきやがるぜ。くそ。たったそんだけで障害かよ。女の方もひどいな。だんまりを決め込んだわけだろ。そういうやつの心こそ盗むべきだ。どこのどいつだその男。思い出せないか。まあ夜道だった上に逮捕なんてショックが重なったんじゃな。肝心なことが思い出せねえ辛さは我が輩よくわかるぜ。被害者の個人情報は保護される。特定は難しいだろうな。それにもう判決が出たんだろう。うまく相手を特定して仕返しできても、こいつの前歴は消えやしない。ありえねえ。世の中間違ってるぜ。弱ってるやつ助けねえで、身勝手な大人を勝ち逃げさせてよ。偉いやつらが決めることなんて当てになんねえよな。俺たちなら正せるんじゃないか。誰にも気づかれずに、俺たちが正しい正義を見せつけて世間の目を覚まさせてやればいい。ああ、そうだぜユウスケ。そのために授かった力だろ、絶対。いいんじゃないか。仕事は
派手に決める方がかっこいいしな。お前らに教えられたことだ。何熱くなってんの？あっと、悪い、起こした？ううん、別に途中から起きてたし。けどなんか不思議、聞きながら思ったよ。みんなのこと昔から知ってる気がする。これって似た者同士だからかな。まあろくなもんじゃねえけど。似た者同士か、我が輩だけ違うな。お？我が輩には振り返れるほどの記憶はないからな。何言ってんだ、お前以上のはみ出し者なんて世界中探したってそういるかよ。てかその記憶を取り戻すためにメメントス行くんだろ。きっと俺たちみたいにろくでもない過去だろうがな。ちげえね。それはどうかな。モルガナもなんだか昔から知ってる気がする。なんか不思議でうまく言えないけど。怪盗団を助けてんのは我が輩自身のためだ。勘違いすんなよ。お前らに強くなってもらわないとメメントス探索どころじゃねえからな。いじけたり選ぶったり忙しいやつ。ねえやろうよ。本当に私行けるとこまで行きたい。ダメな大人を懲らしめて困ってる人たちを勇気づけたい。私たちにしかできないこと。足りめえだ。怪盗団を続けていれば俺も成長できる。絵描きとしても人としても。我が輩が直々に鍛えてやるんだ。この怪盗団でできないことはない。ってことで改めてよろしくリーダー。もうこんな時間？今日はこの辺でお開きにすっか。あ、そうだ、マスターが泊まってけって言ってたよ。それはありがたい。お前が説得したんだろう。さすが親父キラー。超嬉しくない？風呂に入らないと寝られないが。銭湯あるから行ってこいよ。我が輩は行けないけどな。へえ、いいかもな。アンはどうすんの？あんたたちだけでどうぞ。じゃあね、モルガナ。畜生、早く人間に戻んなきゃ。誰かに取られちまう前に。やっぱ広い風呂っていいぜ。アンも来ればよかったのにな。ちょっと暑い気がするが。じいさん暑いの好きだからな。まあそのうちやめんだろ。そういえばさ、前から気になってたんだけど、お前ってアンのことどう思ってんの？女として。いやそうじゃなくてよ。つーかお前ちょっと不健全じゃないの？下手なアイドルより見た目だけはよくね？アンにそれ伝えておく。やめてマジで。しかし早く次のターゲットを見つけ出さないとな。それなんだけどさ、大物を狙うってだけでいいのかな。ここんとこの世間の反応を見てるとちょっと考えちまうぜ。確かに目先を追うだけではただの空回りに終わるかもしれない。世間に訴える戦略が必要だな。お、どんなんだ？俺がそんな戦略立てられるとでも？き
聞いた俺がバカだったよ。俺は切り込み隊長役っつうか、モルガナはあっちの世界専門だし。あっちんだよ。どんだけ入れりゃ気が済むんだよ、ネットジジイ。うん、俺も無理。とりあえず週明けにでも集まろうぜ。また連絡すっからよ。